皆さんおはようございます。3月30日土曜日、時刻は7時を回りました。ウェザーニュースライブモーニング、この時間の担当は小川千奈です。よろしくお願いいたします。今日は関東衛星を中心に日差しが届きますが、日本海側ではにわか雨が心配です。また北日本ではこの後雨雪が強まるタイミングもありますので、空模様の変化にお気をつけください。今日は土曜日ということで、お休みの方も多い中、朝からお付き合いいただきありがとうございます。ということで、この時間は持ち込み企画のあの時間がやってまいりました。こちら妖怪天気です。前回からこのスタッフさんに作っていただいたこんなねコーナーも本格的にできてきたんですがコーナー化に成功したなんていうコメントも届くようになり、ね、思わぬところで採用されるとは思わず、今までね順調に来ていますので、ただまだあの東北すらコンプリートしていない状況ですので、まだね道は長いです。これからまだ続きますので、各地にはどんな妖怪がいるのか確認していきましょう。あ、これ楽しいね、ありがとうございますではですね、今日は、前回宮城だったので、今日は福島県に、したいと思います。では福島県の妖怪さん呼んでまいりましょう。今日の福島県の妖怪さんがこちらになっています。じゃん、今日の妖怪天気福島県です。今日は朱の番という妖怪さんを連れてきました。日本海側ほど変わりやすい天気、そして黄砂が心配な方はマスクなど対策をと朱の番さんが言っています。今日のゲスト朱の番さん、鬼太郎とかだと朱の盆と言われることが多い妖怪さんなんですけれども、あのだいたい元の名前は朱の番だったり朱番ということが正しいみたいで、その水木しげる先生によって昭和以降朱の盆と呼ばれることが増えた妖怪さんだそうです。この妖怪さんはですね、ちょっと人間に悪さをする妖怪で、今までこうあまり人間に悪さをしない妖怪が多かったかと思うんですけれども、はい、この朱の番さんは、こう福島県の会津地方でよく見られていたと言われる妖怪で、その会津地方の諏訪の宮という神社に出没していたと言われています。こう一人で道を歩く人がいる前に現れて、人間の姿で最初は現れるらしいです。だからこう侍の姿とかで見かけられることも多いんですけれども、そんな時にこう人間の姿をしているので、こちらも何の警戒をすることもなく、最近朱の番っていう妖怪が出るみたいですねっていう噂話をすると、いきなりこの顔に変わって、それってこんな顔ですかって脅かしてくる妖怪だそうです。そう、脅かしてくる妖怪ということで、悪さはしないというか、昔のね、あの文献には結構悪さをするというか、こうね、魂を抜いてしまうような恐ろしい妖怪だったんですが、結構ね、厄介な妖怪だねっていうコメントもいただいている通り、これまで紹介してきた妖怪さんたちに比べると、ちょっとね、びっくりさせてしまったりとか、ちょっといたずら好きな妖怪さんかもしれません。ねえ、こんな可愛い妖怪なんですが、もうちょっとね、あの本物はもしかしたら怖いのかもしれません。髪は針金のように尖っていて、あと目は星のように輝いていて、そして口は耳元まで裂けていると言われています。朱の番という名前なだけあって、こう血を流したような真っ赤な顔をしていると言われているので、そのね、侍の姿から変わった時、どれだけ怖かったんだろうなと思いながら話を見ていたんですが、それは困る。ね、あのそんな今日は朱の番さんに出演していただきました。次は山形かなと思うんですが、一周ね東北をまず回ることができたらと思っています。
さてこのね主の晩さんも言っていますけど、黄砂が心配な方はマスクなど対策をということで、この後も黄砂が今日は心配されます。私は勘違いして昨日かと思っていましたが今日ということで、ではここからは最新の情報アプリから見ていきましょうということで、一旦主の晩さんありがとうございました。